段ノーは、日本の実業家、政治家、美術史学者、男尺、国際文化振興会理事。1892年、三井合名会社理事長、段ク馬の長男として、福岡県大牟田市に生まれる。東京帝国大学文学部美術史学科で、滝誠一に支持。ハーバード大学、ロンドン大学及び、リヨン大学に学ぶ。 東京帝国大学文学部美術史学科、助教授時代の門人に、坂倉純三、富永宗一、今泉八尾などがいる。デビュー作、パリ万国博覧会日本館を設計する機会を、坂倉に与えたのは何だったまた、坂倉の初期の代表作で、昭和期の代表的な住宅建築である飯橋邸シ,シは、1941年に、 団の都内別邸として建てられたものである。病気のために、東京帝大助教授を辞した後は、国際文化振興会場無理事としての仕事以外は、社会的な活動のほとんどから引退し、ゴルフ、茶道、文学など、風流の世界に生きた。尾崎紅葉、川上美山、小栗風洋、泉京花、森尾貝、夏目漱石、上田悟史、長井花風、岩野方明。 双葉亭氏名、島崎藤村、山田美妙、横瀬やう、北原白州、堀口大学などの初版本を所蔵し、自分の子供たちにはこれらの文学者の作品を徹底的に読ませ、必ず感想を言わせる文学教育を施していた。美術品の収集家としても知られ、コレクションはウォーナーリストにも記載されている。百四十四年に池大河、老格山水図などを、 東京国立博物館に寄贈した。また、1945年の東京大空襲で重要美術品認定の自物堂などを消失した。1946年5月、貴族院男爵議員に補欠選挙で当選し、厚生会に所属し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1947年、 1> 第1回参議院議員通常選挙に、福岡県選挙区から日本自由党公認で出馬して、当選し、その後、民主自由党に所属。1950年、第2回参議院議員通常選挙でも、自由党公認で出馬して2度目の当選を果たしたが、任期途中の1955年1月に、衆議院への蔵返り候補のため議員を辞職する。 しかし、翌月実施された第27回衆議院議員総選挙では、出馬した福岡県第1区において、わずか53秒差での落選となった。実業家としては、ブリジストン自転車工業社長、プリンス自動車工業社長、九州朝日放送会長を歴任。1957年には、父宅間が建てた別邸を改装して、箱根ハイランドホテルを開業。 1973年、生居。80歳没。弟は、生物学者の段勝馬。長子、名は、三井鉱山の社長を務めた、牧畑牧に、三姉、住は、日本石油の社長を務めた、小倉夫佐蔵に嫁いだ。1932年に結婚した妻、三千子は、宮内省大前頭を務めた、上野喜三郎の御女。三子の自死、英子が、 服部金太郎の長男で、服部時計店の二代目社長を務めた、服部玄三に、三姉、富子が、加藤孝明の次男で、東名火災会長保険の取締役を務めた、加藤孝太郎に、四姉、四猫が、佐々木孝之の孫で、元神宮大宮市の佐々木幸ただにそれぞれ嫁いだため、道子の実家、上野家を通じて、服部や、加藤や、佐々木家は、 ダン家の親戚となった。長男のダン・イクマは作曲家。日産プリンスの CM ソング、スカイラインの歌は、井上の作詞、イクマの作曲で、親子の共作である。長女のアキコは、ブリジストンタイヤ会長、石橋寛一郎に課した。孫は、群馬大学教育学部美術専攻教授の、ダンメイ法キ、日本建築学会賞受賞のダン・ノリヒコ。 総尊に、女優の段春香。秋子が嫁いだ石橋家を通じて、内閣総理大臣の鳩山一郎、鳩山幸夫も、段家の登園の親戚となった。ありがとうございます。